ダッハウ強制収容所にて、米兵に説明するイルゼ・イルゼ・コッホはブーヘンバールと、強制収容所所長の妻であり、女性監守。彼女は、囚人に対するサディスト的な拷問行為を呼び、公職者で知られている。また、囚人の皮膚で工作を行ったことでも有名。イルゼは、農場経営者の父の、娘マルガレーテ・イルゼ・ケーラーとして、ドレスデンに生まれた。 イルゼは15歳で学校を卒業し、工場に仕事に働きに行った。彼女はドイツの経済がまだ第一次世界大戦におけるドイツの敗北から回復していない状況下であった頃に徐々にナチズムに関与し始めた。もともとはザクセンハウゼン強制収容所において監視権筆書として仕事をしていたところ、1936年所長で、 新英隊幹部のカール・コフコと結婚し、翌1937年ブーヘンバールと強制収容所に夫に随行した。イルゼが作らせた囚人の内臓を樹脂で固めた標本夫が収容所の所長の地位にあることを盾に、収容所の校内で馬を乗り回したり、囚人に無知を打ったり、囚人に対して虐待行為を行った。さらに、死んだ囚人の皮膚で、 ランプシェードやブックカバー、手袋を作るなどの蒸気を意識した行動のみならず、入れ墨をしている囚人がいるとその囚人を注射で、約束してから皮を剥いで収集したりさえしたとされている。ただし、戦後の裁判においても、そうした行為を具体的に証言できるものはなかった。こうした行情のため、囚人らや働いていた新鋭隊員たちから、ブーヘンバールトの魔女と呼ばれた。また、 この表現の英訳をもじって、英語では、ブーヘンバルトのメス犬とも呼ばれた。さらに、彼女が工作用に人側を入手できた理由は、ブーヘンバルト勤務のナチスの医者が愛人であったためとされている。このためよくいるぜは公職か、式状況として噂される。また、飼い犬を助手に消しかけるなど、捕虜虐待の噂が絶えなかった。1943年に、夫、 カールコッホが収容所における悪事で告発されたとき、イルゼも横領着服容疑で裁判にかけられ、投獄されたものの、証拠不十分で、無罪となる。一方、夫カールは死刑を宣告され1945年4月に、処刑された。その後、ルートイヒスブルクにいた家族と一緒に生活していたが、彼女は1945年6月30日に、 アメリカ合衆国当局によって捕らえられた。1947年、アメリカ占領軍によって逮捕された彼女は、終身刑を言い渡されるも、証拠不十分で懲役4年に減刑され、1949年に、御社で釈放されるも、西ドイツの司法当局はこれを許さず、ドイツ国民への犯罪行為として、再度イルゼを告発し、1951年に、 終身刑を言い渡した。イルゼはあくまで無罪を主張し、国際人権委員会に告発するも相手にされず、1967年息子に死だけが救いの文章を残して自殺した。多くのホロコースト否認論と同じように、イルゼの行為にも疑義が挟まれている。彼女の人側想定本には、アドルフ・ヒトラーの我が闘争や家族のアルバムや日記などがあったとされるが、 人川製の想定簿ミやランプのシェードなどイルゼが作ったという品物は後に見つかっておらず、物的証拠のない中での証言となっている。ただし、臓器標本や入れ墨入りの切り取られた皮膚は現存していて、ブーヘンバルトの記念館に収蔵されている。2020年人間の川で作った写真アルバムが発見され、内容からブーヘンバルト収容所のものと考えられている。 収容所における、イルゼの行状は、虚実を交えて、戦後広く知られるようになった。このため、イルゼに何らかの着想を得たと言える、フィクション作品はいろいろある。リナベルト・ミューラー監督のイタリア映画、セブン・ビューティーズで、主人公が誘惑する醜い大女の収容所長は、イルゼをモデルとしている。また、イルザナチ女収容所悪魔の生態実験なる、ポルノ映画も、 北米で制作されている。ただし、この映画はあくまでも、史実を踏まえないフィクション作品であり、主人公は、現実のイルゼとは異なる設定がなされている。イルゼがモデルというより、彼女やイルマグレーゼなど、収容所の女性監視をめぐる多くの虚実から着想を得た作品である。2008年の米独合作映画、愛を読む人で、 ケイト・ウィンスレットが演じたハンラ・シュミッツは、イルゼが、モデルではないかと話題になった。しかし、原作となった、小説、朗読者の著者ベルンハルト・シュリンクは、インタビューでこれを否定している。イギリスのコメディ番組、空飛ぶモンティ・パイソン第1シリーズ第12話のスケッチ、ヒトラーのイルミン宿では、ジョン・クリーズ演じるヒルターが、今度余計なことを言ったら、お前らをランプシェードにしてやる。 とどなるシーンがある。米国のテレビドラマシリーズ CSI ニューヨークの第5シーズン第22話、ヤートサイトはホロコースト関係の品物がオークションで売られているという話が取り上げられ、後半ではホロコースト当時の犯罪にも話が展開する。殺人事件の被害者の遺品にあったホロコースト関係の品物の中に DNA 検査の結果、 人間の皮膚で作られたものと判明したランプシェードが見つかる。人間の皮で作ったランプシェードはイルゼに限らず、広くナチスのイメージとして用いられる話である。なお、ナチスドイツ時代のものは見つかっていないが、アメリカではエドゲインが墓地の死体から作っている。CSI チームの主任マック・テイラーは、ブーヘンバルト強制収容所所長の妻が収容者を裸にして一列に並ばせ、 好みの入れ墨を見つけては皮膚を切り取り、舐めしてランプシェードにしていた、という話をする。これは、イルゼコッホへの言及である。コンピューターゲーム、ウルフェンシュタイン、ザニューオーダーでは、新衛隊中佐階級の強制収容所監視である、フラウエンゲルが登場する。彼女の収容所における、残虐行為も、また、イルゼをモデルにしている。ありがとうございます。